8月の10日です。今日ですね、昨日の夜から台風のおかげだと思うんですけども、乾燥してましてさっぱりしてます。昨日は夜、そうですね、32、3度ぐらいあったんですけど、全然カラッとしてまして、汗もベタつくことなく快適に窓を開けて寝れました。今日朝ですね、気を見ましたら今、7時なんですけども、21度あるかないか、そんな感じの涼しい、感じの朝でした。かなり乾燥してたんで、今日水分補給先ほど全部にしました。今日ですね、朝、ミニバラさん咲きましたね。ちょっと無理か。ミニバラさん、今日朝見たらですね、咲いてました。こんな感じです。ピンクのミニバラです。カメラではもっと鮮やかに、なんか映ってるみたいですけど、もうちょい薄いぐらいの、これよりもちょっと薄い感じの、ピンクです。すごい綺麗に咲いてます。ミニバラです。それと、よいしょ。まだ咲いてませんけど、ミニバラさん、つぼみ結構大きくなってきてます。こんな感じで大きくなってきてます。これ開き始まりましたね。このミニバラさん、これ同じミニバラです。ピンクです。先ほどのこれですね、咲きました。このピンクのミニバラさん1つ、あとここにあるつぼみのミニバラさん、これピンクです。これ1、2、3、これ4つともですね、同じ仲間のミニバラです。よく4つで1鉢になってまして、売ってると思うんですが、その4つを分けたミニバラです。その他につきましては、中が黄色、周りがピンクっていう風な、それでミニバラさんこれなんですけども、つぼみ大きくなってきてます。これの仲間は、あるんですけども、つぼみはこれだけですね。あとはこちら黄色いミニバラです。つぼみは出てます。ただまだ、つぼみじゃない、芽は出てますけども、つぼみらしいのはまだ見えてません。こんな感じですね。多分これもつぼみあると思うんですけど、インフィニティさんつぼみあると思うんですが、まだはっきりはしてません。タバグルドさん、少しずつ広まってきましたね。こんな感じです。これも、HT 魅惑さん、芽が出てきましたね。ほら、こんな感じで芽が出てきてます。ちょっとぼやけてますけど、画像では。とこちらの、バラひろこさん、昨日ですね、20センチ近くまで、伸びてきましたっていう新芽なんですけども、先端やはりつぼみでしたね。これ先端つぼみで咲くと思います。それとこちらの方は以前変わりませんね。クリスマスローズさんもこんな感じです。あ、
はきらさんがね、いい感じに育ってます。もう、直射日光は当たってませんけども、いい感じで、もう外で育ってます。パキラさんです。もうこれはこのまま外ですね。もうね。もう外が慣れてしまったみたいなんで、こんな感じで。ガーネーションさんは、花摘みしました。つぼみいっぱいありますけども、一応花摘み、今は咲いてません。紫の鉄線さんと、白というかクリーム色の、白まえさん、こんな感じで白まえさんは4つとも、咲き、開き始まりました。鉄線さんはまだ1個だけ開き始まった感じです。ロウグチさんの方が少し新しい芽をですね、勢いよくちょっと伸ばし始まってます。どうなるか分かりませんけども、こんな感じでなってます。バラ、マミブルーさんは芽出てないって言いましたが、 HD ニケさんほら、2、3日するともうこんな感じなんです。3日、まだ3日経ってないんですけどね、前回の写真、写真というか画像とは。もう3日でこのぐらいです。もうぐんぐんというような感じで伸びてます。クレマチさん、プリンセスダイアナさんはね、やっぱりもう勢いはないね。これ咲くかどうか分かりませんね。あ、こんな感じで育ってます。以上です。ところどころ新原さんも咲き始まりましたね。いい季節です。